闇バイトで金を稼ぐことにしました。いや、闇バイトかは知らないように。とりあえず銀行行ってこいとだけ言われたよね、雇い主に。そうだね。ずいぶんダンディーなおじさんだな。そうだね。俺犯罪者みたいな顔だろ。何まあまあまあ。この SCB、すごくコンパクトなバンクという。いや、本当は、セキュアキャピタルバンクなんだけど。セキュアキャピタルバンク。ちょっと、ステルスやってみたいよね。こっち行こうぜ、こっち。ここ開けたらとりあえず閉じるか。うん。あ、監視カメラない。閉じて。で、マスクするね、とりあえず。中多分ここ2人いるはずなんだよね。1人かな。こいつはここで縛り上げ。とりあえずここに人集めるか。縛るってどうやってやるの？これ1回拘束するじゃん。1回拘束して1回また突き放して、そしたらその場でうずくまるから、F 長押しで縛り上げるっていうのが表示される。やべ。アップね。バレるとこだった。出てる。あ、待って、そこ外周も警備いることあるから気をつけて。俺今さ、青のキーカード手に入れたんだよね。上、あ、ちょっと危ない。こいつどこまで来る？あ、こっち来るのか。こんにちは。こっち来ようね。何もしないよ。そっちあんまり行かない方がいいかな。階段あたりにいた方がいいと思う。お前も縛り上げたい。2階さ、一般人3、4人いるから、気をつけて。いる。警察みたいなのもいる。今そこいたわ。いた。監視カメラがありそうな。あ、赤のキーカード落とした。これ死んだ。こいつはやべ。アップね。ちょっとこいつもさっきの部屋に持ってくわ。うん、で、カードキー2枚手に入れたから、ちょっと順番に開けてみるか。そっちいるんだよね、なんか、MacBook いじってるおじさん。多分大丈夫だと思う。いけた。あ、ちょ、ごめん。こいつ多分無声になるから、ちょっとよろしく。順調やね。でも左上の無線さ、4ゲージし、あと1ゲージしかないけど、なんだあれ。それはね、多分、ゲージが減ってくんだと思う。俺はあと残り1ゲージだから。ああ、俺もあと1ゲージ。あ、待って、ここはさ、今度カメラ見れる部屋になってんじゃね？俺カメラからピンできんだ。ちょっと俺移動するね。もう片方のカードキーで開く部屋見るわ。危ねえ。あれ？待って。今度トイレになってるこの部屋。部屋も変わるんだな。場所変わってるわ、じゃあ。ルーフ行ってみるか、ルーフ。ここじゃなくて、もう一個あるんだけど、民間人多すぎていけねえんだよな。これ、一応ここにもドアがあるんだけど、あ、ここカードキーの部屋になってる。ルーフトップ。変わるんだ。変わるんだ、これ。ハッキング。あ、セキュリティ停止動いた。これ停止するとどうなるの？わからねえ。完全ステルス、過去笑い状態だから。あ？で？はいはい。で？ゲートの電力止めろ？電源をお願い。How to stop power 動力を止める。その辺絶対監視カメラあったから怖いな。とりあぶね。あ、いるわ。とりあえずこの部屋侵入しよう。あ、やべ。あごめん、ごめん。今、これ、多分無線になる。多分無線になる。多分無線になる。あ、オッケーオッケーオッケー。命がけで警備員殺して。何をしてる。いや、監視カメラ絶対あったよなと思ってさ、覗いたら落ちちゃったわ。あ、で、そこ、一般人いる。うんうん。あっ。ここに置いとこう。あ、ここに締め上げたんだ。あ、これ外からこう来れたんだ。あ、そう、これね、試してみて、そこの窓。なんかレーザーで焼くって出てこない？こっち側。切断って出る。そうそう、それでね、マウス動かしてね、焼き切れる。あ、マーベリックかよ、レインボーシックス。うん、痛いんだこれ。あ、ちょっと待って。配線見つけた。嘘。ちょっとこっち来て、こっち来て。ちょっと待って、これだけ。多分これだと思うな。この花瓶ってこれ。赤のケーブルがさ、この閉鎖されてるゲートから伸びてってるじゃん。ああ。これだ、これだ。これがここに来て。オフ。で、なるほど。正しいスイッチを切り替える。正しいスイッチってなんだよ。次元爆弾みたいな赤をどっち切るみたいな。これさ、やろうと思えば民間人全部縛り上げてどっかに集合させられるんだろうね。できそうだよ。フラグじゃなくてスタングレネードみたいなのもあったから、それで一気にいけそう。あ、これで開くんですって。ちょっと待って、これ、完全ステルス。完ステいくんじゃね？いっただって、あとはバレないように中から現金取りゃいいんだろ。で、今さ、スタッフエリア大体制圧したからクリアでしょ？この辺。びっくりマークが2個あるけど、この2個のうちどっちかってこと？いや、多分単純に開けれる。正しいスイッチはそれか？ちょっと待って、何これ？何これ？ロックアクティブ。白いスイッチ、はヒントどっかにあるのこれもしかして。これミスったらなんか音鳴りそうで怖いんだけど。いや、なりそう。ちょっと待って、何これ？何やこれ？ヒント、どっかないの？やりやすか、とりあえず。てかさ、待って、ケーブルがさ、右の2つにしかついてないじゃん、これ。まあ、確かに。右の赤と白切り替えてみて、ちょっと。赤押しい？どうぞ。それじゃないもん。ちょっと待って、捜索が開始された。ちょっと離れよう。やっぱなんか、マークどっか。ちょっと俺、捜索開始されたっていうから、兵士来るか見とくわ。3階にいようかな。じゃああれさ、ケーブルが2本あってさ、差し込み口が4つあるからさ、正解の差し込みパターンがあるっちゅうことだよね。そういうことだ。それさ、マーク緑の二重丸ってなかった？二重丸っちゃ二重丸だね。これ、うん、あるよ。これ。ちょっとそこ行くわ。そこは今、貴様ピンさせないのか。あ、させはする。ちょっと待って。これ、めくらだからさ。あその、同じマーク？同じだ。あ、同じか。それじゃねえか。じゃあ、それで。よいし。創作とか出たけど、多分俺ら創作対象全員、ね。コアさせたから。あ、ちょっと待って、触れないんだけど。あ、これ、捜索し終わるまで無理なんじゃね？おい、どこよ。絶対正面の客いっぱいいるとこだろ。緑。あいた。狙った。ここ気をつけて。アクセス出ないの？ちょっと待って。アクセス出ない。開けられないだと。待って、これなんか壁についてんの？これなんだ？あ、こっちから開けれるだけだ。あ、待って。これパスコード入力ある。あ、ちょ、危ない。あー、なに？どこだよ。パスコードだと。わかりました。この4桁の数字を探す方法もあるんだけど、幹部をね、見つければね、多分隣が顔認証かなんかになってるんでしょう。で、その幹部はね、これ見て、俺、マネージャーオフィスって書いてあるでしょ。で、こいつだけハイライトされてるから、多分こいつだと思うんだよね。大丈夫それ。連れてくとき怖い。行くぞ、パワー。ついてこいの方がいいんじゃねえ、それ。いや、ちょっとついてこいの方が俺は不安だから。はい、今、警備いる？大丈夫か？いる。やべ、ちょっと待って、これ。こいつだよね。違う。ちょっとあの警備邪魔くせ。こいつじゃねえんだよ。え、ダメなの？え、違う？こいつ、マネージャーじゃねえのかよ。え、待って、また武器チェーンもできなくなったじゃねえかよ。なんなんだよ、マジで。ちょっと待って、暗証番号作戦でいこう。暗証番号をね、さっき、10当てたらね、よく押してるボタンに指紋がついてるように見えたんだよね。そっからパターンを。あ、やべ。この4桁だな、少なくとも。ちょっと避けてくれ。違う。待って、これ。一回打ち間違えたらもう入力、あ、できるんだ。なんだ。違う。ただね、これ指紋のマークがついてんのがね、4つの。あ、当たった。順番わかんねえ。開いちゃった、あっちも。あっちも開いちゃった。よし、静かに行こう、このまま。でも民間人さ、見られていいのこれ、外の。いや、わからんけど、とりあえず大パック解除して。うん。あ、やべ。あ、これすぐこうなるんだ。これ、同時にやらないとダメだね。同時？ちょっとこっち見て、こっち。今、大パックがさ、開けた瞬間作動したからさ、これ汚れてるじゃん。うん。うん、これで大パックが爆発する前に、総力を抑えて、これ解除しないとダメなんだわ。一人じゃ間に合わなかった。そうなんだ。そうみたい。まあまあまあ、とりあえず。ピッキングしてていい？どうぞ。あ、今度からここ開けるときは、まず全員で大パック解除しないとダメだ。うん。あれ？俺さ、バレずに帰れんのかな？そこが疑問だ。とりあえず俺は運ぶよ。警備員こっち入ってこね？あいさもあっち。いや、入ってこない。なんかずっと壁によくかかってる。あ、そうなの。あいつ首にした方がいいよ。職務怠慢だ。なんかこの金庫から設計図みたいに出てくるからやった方がいいんだな、絶対。設計図？それあれかな、武器購入とかに使えるやつなのかな。なんだろうね。本当に携帯うざいな、いい機能。いらない。俺はとりあえずそろりそろりと、現金を運んでいく。お、見つからずに行けそうね。お、新しい現金じゃない。行けそうだわ。うん。この辺りのザル加減がノーマルモードのゆえんなんだろうね。問題は外民間人いるよなってとこなんだけど、ああ、これ多分バレないように行けってことなんだろうな。じゃあなんかバケツリレーしない方がいいよ。そうだね。わ、ちょっと待って。あ、全然バレねえ。あ、待って、全然バレないけど、俺これ来る方向ミスったか？ん？ちょっと待って。これ、やべ。運び出すのちょっと難しい。あ、もう。スマホ開いたせいでピッキングミスる。あ、いけるな。一つ積んだ。一つ積んだ。かかるな、時間が。これかかるわ。これ、もう一回マスクするって操作あってもいいと思うんだけどな。ねえ。現金できたわ。オッケー。じゃあちょっとさ、運び方教えるわ。ちょっと待って、現金できたわじゃないよ。出てきたわで。あ、あと2箇所ある。マジで、コツコツ開けやがったな。ちょっと待って、現金いくつか余して中に残ってたぞよ。え、嘘。回収した。じゃあちょっとこれ持って。うん。運び方教えます。まずこっち行きます。で、あれが、あぶね。怖っ。こっち。あれ、パンってしたいけど。あ、ちょ、危ない。うん。俺、これ、走るの、今復活してなかったら終わってる。走んなくていい。そこにね、回収用の、トラックがいらっしゃるので、民間人からはね、マジで見つからない。あそこに警備いるから、あれだけ気をつけて。おーい。警備やるか。なんでバレねえんだよ。なんでバレねえんだよ、本当に。無線はそれ、やばくね。大丈夫、大丈夫。こいつも持って帰るか。持って帰れんの。オッケー。あ、ちょ。あ。捕まえた。危ない。縛り上げた。あぶねえ。待って、これ縛り上げると俺走れなくなる。あ、いや、復活した。携帯使ったら復活した。わけわかんない。オープンベータだから。ちょっと、これで外の安全が確保されてしまったようです。なんと。で、俺、さっきの倒した警備員、なんか車にスタックしてた。いや、もう運ぼう。じゃあもうバケツリーでよくね。そうや、ね。これ、ざるすぎだろ、ここマジで。お前、どこに投げてんだ、バック。飛びすぎ。でも、俺、2個ずつ運ぶ。いやいや。なぜこんだけ人がいて駐車場で現金盗まれてることに気づかないとだから。えらいことやぞ。まだあったっけ？ある。はい、これで全部。よし。あと1個ある。あと1個ある。一番うまくいったぞ、これ。およしよしよし。これ何これ？弾薬？帰るぞ。あ。俺こいつ抱えて帰よ。はい。なんか解除された。勘捨て。あ、一応バッグ全部だね。おー、まあ、腐食してなかったら50万か。多分。そうだね。汚れてなかったら50万いってるかもしれない。だから、まあそうだね。ステルス技術を駆使すれば、今みたいにそのラウンドすることなく、スマートに金を盗んで、闇バイトしてたことすら気づかれずにいけるっていう。ことっすよ。そういうね。はい。